If you like to drive around and talk about the latest happenings, this is the channel you need. So subscribe and follow Carmentary. ようこそ、カルメンテリー。また来ました。あんまりバッテリーないね。どうしよう。途中で切れたら変えます。とりあえず今日はちょっと、短めにカルメンテリーまたやりたいと思います。今英語版撮ったんですけど、まあ今話せるトピックとしてはこのコロナウイルス以外ほぼないみたいな。違う話したいよ。もう誰と会っても、ソーシャルメディアでもニュースでも何見てもコロナ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 みたいな。おぉみたいな。多分みんなもそう思ってるんで、なんでニールも話すのよっていう人ごめんなさい。一回コロナについて英語でカルメンテリーやりました。で、その後、早く日本語版も出してよって言われて、それで一週間空けたぐらいで撮った。撮って結構熱入れて、すげえ喋って、良かったんですよ。結構俺的に良かったんだけど、もうその次の日ぐらいから、もうどんどんとなんか世界的にそのニュースのスピードが、うわーっとなんかもう火ついちゃって、コロナフィーバー。で、イタリアがロックダウンとか、もうヨーロッパ大変。スキー場全部もうクローズしてる。アメリカ、やべえ、トランプが、コロナかかったかもとか、もうどんどんそのなんかニュースが出てきて、やべえなって言って、俺が喋った内容が、もうあんまりタイムリーじゃなくなっちゃって。それで出さなかったんですね。で、参ったなと思って、YouTube にアップしたんだけど、出さないでね。出さないで、もうやめたんです。だから今日ちょっと撮り直す。それで、世界的なこのスピードについていけるかどうかも、これからちょっと不安ですね。もう朝見たニュースと夜見たニュースがもう変わってるから。すごいな。まあ今、正直、北海道の状況言うと、まあ、ロックダウンっていう、まあ、隔離ですね。その、ロックダウン、どこどこされたとかね。そういうネタが多い中、まあ、北海道はちょっと早かったですね。その、緊急宣言があって、みんな、出るなと、動くなと、言われて、北海道は日本の中でも早かったですね。でも、これは、あくまでもね、僕が作った言葉だけど、ソフトロックダウンと言います。なぜならね、レストランとか、コンビニ、まあ、いろんなお店屋さんとかスキー場にしても、全部やってます。普通に営業してる。世の中がそのまま稼働してる感じ。なんだけど、人はあんまり動くなと言われたから、みんな動いてないね。で、観光客が、2週間前までは結構いたんだけど、その緊急宣言したらもう、ずわーっといなくなったね。もうなんか全然観光客はいない感じです。スーツケースを引きずって歩いてる人はもう北海道ですんげーたくさん見るけど、今いないですね。なんで観光客もいない、ローカルもおとなしくしてるっていうことで、まあ静かです。ということで、ソフトロックダウンですね。どっちがいいのかわからない。イタリアみたいに、あれはもう完全なハードロックダウンなんで、もう家からは出ちゃいけないっていうことですよね。だから今北海道とか日本にいてなんかすごいラッキーに感じてきてるんだけど、ラッキーなのか、それとも政府がまたもやこれ、読み間違って、ゆるくやって、てるのかどっちだっていうのがあるね。イタリアみたいにもう家から出るなっていう風にするべきなのか、それともやっぱりまあ数字はそこまで伸びてないし、これぐらいのとりあえずみんなおとなしくしてっていうのでいいのか、うん、わかんない。
と経済的に、まあ、レストランとかいろんな、まあ、デパートのお店とか洋服屋さんも全部、今ね札幌の街中も行って一個デパートを寄ったんだけど、もうスタッフがかわいそう、暇。もうあのデパートの1階、香水とかいい匂いさしてね、そういうとこ久々に通ったの。スタッフまず全員マスクだよね。だからもう雰囲気悪いよね。みんなマスクで、あのいつもの香水の匂いするんだけど、もうみんななんかこう、ふらふらこう、なんか、見るものないからさ、周り見ちゃって。で、多分お互いのスタッフが、もう毎日顔合わしてるから、目合わすのがもう辛いんじゃない？だからもうなんか、みたいな。で、俺みたいな人来ると、絶対寄らないタイプの客ってもう分かってるから、もう俺にも目合わさないし、多分寄りそうな人も、今なんか世の中はなんか、ちょっと距離を置いちゃってるからみんな。英語でソーシャルディスタンシングって言うけど、日本語でなんて言ってるのかな、ちょっと分かんないけど。まあ、一人当たりね、こう、イタリアは1メーターずつ話しなさいって言われてるけど、多分、ほぼそれも意味ないっぽいね。いろいろ読んだら、普通に喋ったり、こう、息してるだけで、いろいろね、すごい距離飛んでるんだよ、これが。何メーターも飛んでるから、そんな1メーター話したところで何も意味ないんだけど。まあ、そんな雰囲気の中で、みんなお店屋さんやってるけど、かわいそう。そんな感じで、距離置いても、距離置いてもっていうか、コストかかるだけだよね。スタッフ、電気代、ガス代、保険はわかんない。まあ、いろいろ商売やるのに金かかるよね。でも客は来ない。売り上げ上がらない。これピンチ。で、完全なロックダウンだったらもうお店も全部閉めなさい。薬局と病院だけ。あとスーパー。食べ物、薬。これだけ。というのが、まあ、イタリアの状態だね。フランスとか、その辺もそうなってきたかな。そうなると、まあ、お店屋さん、これもね、売り上げゼロになるけど、まあ、その日その日のコストもかからないね。まあ、家賃とかそういうのまだ発生するけど。もしかして、そういう、そっちの方が、経済的には、一時的なことだったら、すいません。やっぱりバッテリーが、死んじゃって。今交換しました。また行きましょうか。まあいろいろ言ってたけど、最後にちょっと、情報っていうか、情報と意見としては、まあ日本が今こういう状況。で、僕が心配してるのは実は、まあアメリカですね。僕の生まれた国。ちょっと大変なことに、なってきてるようです。で、僕の親父ともこの間話して、まあこういうことがあるときは日本人って強いよねっていう話になったんですよ。多分ね、災害慣れしてるんだよね。地震が多かったり、火山があったり、津波があったり、もう今まで歴史上いろんな大変なこう苦労もあっての今の日本人、なんかこういうことあると、ああまた来たかみたいな、また大変な時やってきたねなんて言いながら、もうドンと構えて頑張るぞというのがなんかすごい日本人の、まあ、イメージなんですね。それって素晴らしいことで、今回まあ動じない感じがあるんだよね。でアメリカの場合はちょっとこの災害慣れっていうのはね、場所によってはあるんですね。まあ地震の多いカリフォルニアとかはいいけど、でもカリフォルニアだよ、もうセレブな場所だよ。金持ちが多くて、何かと金で解決する考えだったり、大変な、自分になんか大変なことあったら、まあとりあえず裁判するか、みたいな。そういう、考えの人たちが、今のアメリカ人だよ。もともと、アメリカ、ヨーロッパからたくさんの人渡ったり、まあいろんな国から人が集まって、で、それをあのでかい国をこう、どんどんと開拓していった、非常に強い人たちが、
バックボーンにはいるんだけど、まあこの50年ぐらいだよね、この戦争戦後終わってからのアメリカ人はどんどん弱ってきた、甘くなってきた。昨日聞いたけど、アメリカ人の 45% はオビースって言ってね、太ってる、オーバーウェイトだ、じゃ以上ですね。すごいでかいっていうことですよ。 45% だよ、ほぼ半分で。今回のコロナウイルスみたいなものはすごくね、そういうオーバーウェイト、体重が異常に多い人にも非常に深刻だから、アメリカもそういうこともあって非常に多分心配してるんですよね。これアメリカで増えたら、もうその元々健康状態良くない人たちが半分ぐらいいるから、もう相当厳しいものになると。で、あとはもう今そのリーダーシップ、アメリカのトランプ大統領、まあこの人最初からわけのわからない、大統領だと、まあ、ほぼみんなに、言われてる。それも国、まあでも国半分ぐらいに割れてるからね。半分以下ぐらいが、その 45% ぐらいが、まあトランプ最高って言ってる人もいるけど、半分ぐらいがもう本当あの人誰よりも早くコロナにかかってほしいって思ってる人がいっぱいいるわけで、そういう、まあこういう大変な時こそ、そのトップに立ってみんなに喋るリーダーはすごい大事だね。この人がムード作りするし、みんなここで頑張るぞ、頑張れアメリカ、やるぜって言ったら、よっしゃーってみんな気合入るんだけど、まあトランプだよ、もう毎日1時間おきぐらいに言ってること変わるし、大丈夫だよコロナなんともないって言った、もう次の日にいきなり緊急宣言みたいなのしてるから、もうみんな信頼が結構薄まってる状態だ。アメリカは実際コロナも心配、経済はそれ以上に今ショックで、非常にアメリカが不安定な状態に入ってるんで、僕的には日本よりもアメリカが心配ですね。でもアメリカがボロボロなると、日本もこれで足引っ張られて、経済もどんどんこう悪くなる。これもあるから、もうね、国単位じゃなくて、これは世界的な問題で考えなきゃいけないんですよね。世界はますます一つに感じる、時が来たなと思ってます。何かまとまったんでしょうかね。今日のカルメンテリー、またまたコロナウイルスについて喋りました。これ多分週1回ぐらいのペースでこれからやっていかないといけないものかもしれないです。まあ早めに違うトピックも喋りたい。昨日やったね、昨日 YouTube に出したけど、ニセコシュートアウトショートフィルムフェスについてのカルメテリーも撮りました。それもアップしてるんで、ぜひ、コロナじゃないトピック聞きたい方見てください、聞いてください。それではまた次のドライブまで、皆さん、safe drive! If you like to drive around and talk about the latest happenings, this is the channel you need. So subscribe and follow Carmentary.